Hello everyone, this is Peter from MNN, and today I have a very, very special guest. It's been two months. I found them on March 12th on a Sunday afternoon, and I went to their live show that night, Women's Power for Osaka, here last time also at the Big Diner Twin Shovel. And it is an amazing thing. I thought it was fate. これは本当に運命な出会いじゃないか。Yeah. So I'm very, very happy. This is our first interview with a band. 初のインタビュー、バンドと一緒に。だから、ありがとうございます。ありがとうございます。Yeah. So we will begin this. I hope you guys listen and I hope you guys will enjoy.And really support this band, but this is Hades! Yay! Hades! じゃあ、まずは、ちょっと自己紹介でいいですか？はい！はい。あ、Hades のボーカル、サラです！Hades のギターのクーヤでゴアス。はい、どうぞ。ベースのユリコでーす。ドラムのマヨです。どうもよろしくお願いします。お誰かどんどん言ってくれ。どんどん。As you can see, they're very fun and exciting, and even more so.On stage, live. でも、じゃあ、まずは、結成のお話、ちょっと教えてください。Hades の結成。はい。Hades の結成は、もともと、アザゼルというバンドで、私とベースのゆりちゃんと、ギターの、あとドラムのまゆちゃんと、3人で、活動していたんですけど、いろいろ諸事情がありまして、ボーカルが、こう、ライブ活動ができないという時期になっちゃって、でもその間もやっぱうちらとしては止めたくなくって、でその間にサラちゃんに昔からうちら仲が良かったので、そうゲストボーカルとして歌ってもらってたんですね。でも結局いろいろあって、やっぱりいろんな事情でボーカルが戻ってどうしても来れなくなっちゃったっていうのがあって、でその時にもうどうしようかってうちらで悩んだ時に、それでもやっぱり活動は止めたくなかったし、はい、っていうので一緒にゲストボーカルでサラちゃんとバンドライブやらせてもらってすごい楽しかったし、うん、なんかいいんじゃないってなって、うん、ねえねえサラちゃんちょっと一緒にやらないって言って、はい、そうダそういう感じで。そういう感じで、ヘイディーズが決意となりました。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次は、シングルについて、シングルは、Bring It On。あら、でしょうね。3月1日にミュージックビデオをリリースします。はい。はい。So, on March 1st, they released the video.And then, 12日、見たとき、多分5000回、うん、でも、今は、もうすぐ10万回。ですよね。Yes. めちゃすごい。めちゃすごい。はあ、アクシデント。増えました。アクシデントアクシデントじゃない。アクシデントじゃない。はい。みんなが音楽が好きだから、はい、増えました。It's not an accident. The music is very, very good. Very, very good. あ、じゃあ、Bring It On は、最初は、音楽が作りましたか？歌詞。これは先に、楽曲から音楽から作って、はい、それを歌詞のない状態でサラちゃんに投げて、歌詞をつけてもらった。はい、あ、歌詞作りました。歌詞作りました。はい。はい、サラちゃんの、目標は、ちょっと歌詞、うん、どんな目標で作りましたか？あれは、あのね、もう、
曲を聴いたインスピレーションで、はい、なんか、向かっていくぞ、これ私たちで、もう世界変えてやるぞ、はい、わ ー, ー、はい、っていう。なんか、かかってこい。かかってこい、みんなも一緒に行くぞーっていう。そうそうそう、はい。なんかね、かかってこいよっていうよりかは、ほら、Bring it on、みんなで行くぞーみたいな。そうそうそう。そういう。感じました。あ、感じた？本当に感じました。Yes, yes, yes.他の曲より、Bring it on は、声で、だからめっちゃパワフルな、音楽、曲ですよね。そう。はい。本当に。最初見て、YouTube で、なんか、昔のハードロックみたいな、なんか、激しく、ワイルド、なんか、セクシーな音楽、そう思った。うん、あ、嬉しい。めっちゃかっこいい。セクシーって言ったらセクシー。あ、セクシーです。あ、みんながセクシーです。みんながセクシーです。ありがとう。じゃあ、楽しいですよね。やっちゃったね。じゃあ、アルバムは、はい。今は発売ですよね。はい。はい。発売中です。Now on sale! あ、それ。はい。何曲ありますか？6曲。じゃあ、一番好きな曲は？ダークヒロイン。ああ、理由は？曲が好き。ああ、オッケー。オッケー。歌詞とメロディーが好き。ああ。はい、ありがとうございます。マヨさんは？私、いや、ブリングイットーンかな。ああ、ブリングイットーン。うん。かっこいい。かっこいい。どの面、何がかっこいいですか？この部分がかっこいい。マヨのドラムがかっこいい。それはもちろんなんだけど、なんか全体の雰囲気とかが、はいはいはい、これ、あれ一番最初にできた曲？これ2番目だね。あ、そうですか？なんかでも、うちらっぽい。ヘイディーズっぽい。I agree. 賛成、賛成。そう。そんな感じ。ああ、だから、ブリントンが一番好き。一番好きかな。クヤさんは？ごめん。私は、全部好きなんですけど、はい、やっぱ、ノーですかね。ノー。ノー。そう。ユリコの、もうノー。あ、ノー。そう。ですよね。はい。めっちゃいい声。ですね。これが一番個人的には好きです。ああ、はい。お、そっか。なんか黒子に気づいてたらマイクを回す人になってた。そうね。私はやっぱり一番ドカンってきたインスピレーション来たのはやっぱ Bring It On かな。やっぱりそれが一番ねスッて入ってきて、もう歌詞もスッて書けた。ああ、うん。一番グッときた。はい。音楽的に大人っぽくて。すごい、なんか、ロックけど、歌詞から、なんか、ポジティブな戦い、何？そうね。ああ、ファイトして、じゃあ、超えます。じゃないか。そうそうそう。イエス、その通り。はい。だから、だから僕も、ずっとアルバム聴いて、わあ、すごいな。なんか、体もちょっと、ダンスなんか動きたいけど、うん、心もなんか、ああ、エネルギーが、もらいます。うん、よかった。はい、なんか、この曲、なんか私たちの曲聴いて、まあ、一番はこうライブでね、みんなで一緒に、わーって盛り上がってほしい。だから、結構みんなにも前のめりになって、うわーって来てほしい。そういう思いがすごい強い。そう、私たちの楽曲は。そう。だから、こう、ブリングス聴いてもらっている時も、はい、なんかテンションがこう上がってって、わーみたいな、ワープアップみたいな、ハイテンションみたいな、なんかそういう感じになってほしいなっていう気持ちは、すごい思いで作ってます。本当に僕も2ヶ月前、ライブ見て、なんか、意識なくて、ちょっと、うわー一緒になんか動きたかった。うんうん、あ、めっちゃ、いい時間でした。めっちゃいい時間。
あ、だから応援したくて、今度インタビューもしたくて、日本の中にじゃなくて、世界的に、なんか海外の人にもうちょっと教えたかった。うん。うん、そのね、なんか本当に PR いっぱい、はい、もう全世界にしてくれたおかげで、うん、ブリング・イットオンが10万回もうちょっとで。はい。すごい。100,000 very soon. Watch their video. じゃあ、今年の活動スケジュールはちょっと何しますか今年、はい、活動スケジュール何しますか。まずリリースツアーやりまして、はい、今リリースツアーをやってます。ツアー中です。でツアーファイナルがこの後ゆりちゃんのお誕生日かねてツアーファイナル、あ、21日ですね、はい、5月の21日にツアーファイナルやって、その後は夏7月からその後7月からはあのプチツアーであのパラドックスとフルムーンと3バンドで、うん、の埼玉、千葉、神奈川を回るプチツアーをする予定が決まっております。でもその後も多分年内もコンスタントにライブ活動はしていくし、その後はどうですかね、新しい曲も作れたらいいなとは思って作っていきましょう、いるところでございます。じゃあヘイディーズの長期的に目標は、ヘイディーズのバンドでこれしたい、これやりたい、アメリカ行きたい、アメリカ行きたい、うん、あでもほんとなんかもう国外でもやりたいよね。私タイのフェスに出たいです。おあ、私タイのフェスに出たいです。すごくない？この間テレビで見たんですけど、タイのフェスがやばかった。もみくちゃ。マジ？すごい楽しそうだった。そういうところに出たいです。もう日本のフェスも出たいし、そう、もう国内外問わずいろんなところでやりたい。はい。屋外ね、屋外。ありますか、ありますか。屋外、屋外。そう。だから外、野外ライブ？野外ライブ？そう、野外ライブとかもやりたい。おお。ゆりさんは？フェス出たい。フェス、おお。日本のフェス出たい。おお。とりあえず。おお。どんなフェス一番一緒にやりたいですか？何だろう。何だろう。ありますか？なんかアルバッキーとか。サマソニー？そうそう、サマソニー。外人来るから、外タレ。外国人来るから。あー、はい。OK。うん、いいよね。私もフェスに出たいです。あー。フェス、私は、とりあえずは昔は、もう本当にもう、すごい前から、ラウドパークは一人で毎回行ってたので。あー、ラウドパーク。そうなんです。なので、せめてまずはオープニングアクトからでもいいので、まずはラウドパークに出たい。関係者の皆様見てますか？じゃあ簡単にもうちょっと楽しい質問で、自分のチャームポイントは？すげえ顔してチャームポイント？チャームポイント。なんだろう。私前歯です。あ、もう先に言った。あ、似てる。似てそう。前歯。ああ。チャームポイントは？あ、どうしよう。チャームポイント。めちゃめちゃ。なんだと思う？チャームポイントって何？あ、私、どっちかの顔だけにほくろが固まっ、ほくろが。どういうこと？左？こっちかな、こっちにしかほくろがなくて、こっちだけ。こっちないの、ほくろ。それが、チャームポイント。本当だね。あ、そう、あと私も前歯、出てるけど、まあ、クーヤよりは、ちょっと、私一番出てるからね。一番小動物系だけど。です。はい。ちょっとなんか、私ほんとマイクトントみたいになってる。耳がちゃん、耳尖ってるの。はあ、おー
の？そう。本当だ。耳尖ってるの。見えるかな？あ、見えた。見えた。見えた。耳。まやさんは？テンション。テンション。テンション。これ見てよこれ。これ。これだ。これ。これ。これ私だ。これ。そう。え、いつもテンションですか？いつもね、まんべんなくこれ。回らない。ああ、うん。ライブで、動画も見て、いつも同じ、映画をして、めっちゃ楽しい。いつも楽しい。そう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 。ですよね。そうそうそう。でも、間違えた瞬間に顔がスンってなる。そう。ありがとうございます。じゃあ、はい、最後に、もしかして、カラオケ行って、一番曲、うん、I have to sing。この曲、うん、いつも。カラオケ歌わない、はい、全然。うん。ああ。歌うの恥ずかしい。はい。サラさんは？私ね、すごい難しいな。これは私のカラオケの曲です。ああ。HY さんの366日とかはちょこちょこ歌います。ちょこちょこ、うん、ちょこ、あん、うん、たまにでも私も本当なんだろう、バンド活動始めてあまりカラオケに行かなくなったかな。普段歌ってるからなんか、うん、なんか喉休めることとか考えるとあんまりカラオケに行かなくなったかな。あまり、うん、はい、感じです。クラさん、オリビアを聴きながらオリビアを聴きながらっていう日本の昔の曲があるんだけど、それが好きです。あ、はい、わかりました。知らないけど聞いてみてください。私は、なんだ、氷川きよしも歌うけど氷川きよしはわかります？演歌。演歌、おー。そう。演歌、全然、全然、どこも。きよしそれはお母さんが好きだからね。歌ってますけど。でもやっぱ演歌で、天城越え。全然下手くそですけど、カラオケ行ったら、歌います。天城越え、ちょっと調べてみてください。演歌の人。演歌の人。はい。じゃあ、おすすめです。OK。So this is it for our interview with Hades. The show is beginning with a lot of bands lined up. It's starting at 12:30 and it will finish with Hades up until about 9 p.m. So about eight and a half, nine hours of just bands this whole day. So I will be in there. They will be in there. It'll be an amazing time and, it'll be tiring tomorrow.明日はちょっとお疲れだよね。はい。明日。ちょっと出ます。そうなるよ。じゃあ、最後に、ファンたちに、日本のファンたち、海外のファンたちにちょっと、どうぞ。私から言う。Thank you so much! I love you! 英語考えてなかった。え？何？My name is Kuya. How are you? How are you? Thank you. Are you? あ、それ違うんだよ。英語でこう習ったよ。英語勉強します。はい。Thank you so much. Listen to music. Many, many listen. Bring us. Thank you. 何言ってるかわかんない。Please, please, buy their album, listen to their music, watch their videos, and if you come to Japan, please watch their live. My experience, the album is great, but the live experience is so much better. They have so much energy, so much charm. すごく魅力的なバンドです。So please keep your eyes out for them, your ears out for them.There's a lot of good stuff coming, and I hope for nothing but the best for them. So,
Thank you so much. ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ今日もファイト。Thank you. ありがとう。Okay. All right. Thank you, everyone. We will see you again. Bye bye. Bye bye. 英語を勉強します。